一切の心が消えた無の世界。お前の心を虚しく散らせ。十分やってるさ。昨日も一人見つけてきたんだ。確かマーなんとかって名前になったらしいな。これで機関も11人、結構な数が揃ったもんさ。お前に必要なものがこの先にある。ただしそれを手に入れれば大切な何かを失うことに。まだ気づかないのか。この城に入った瞬間にお前たちは技も魔法も全て忘れ去った。手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れる。それが忘却の城だ。さあどうする。このままではお前の勇者が消されてしまうが。けれど彼はお前にある約束をしたはずだ。そうだったな、ナミネ。はい。何をすべきか分かっているな。分からねえな。あんたの口から聞きたいね。ビクセンの行為は機関に対する明白な反逆だ。裏切り者は始末せよ。取り消しは効かねえぜ。よくも私の前に出てこられたものだな、裏切り者が。裏切り？さあ何のことだかな。なぜナミネを行かせた。貴様が余計な真似をしなければキーブレードの勇者は我らのしもべに変わった。ああ、そういう計画だったな。ナミネの力を利用して空の記憶を少しずつ作り変え、ナミネに言いなりの存在に変える。で、ナミネを通じて空を操り、ラクシーヌと共に機関を乗っ取る。違うか？裏切り者はあんたの方だろ、マルーシャ。キーブレードの力、何としても手に入れねばな。ナミネを離せ。お前に勝ち目はない。ナミネ、空の記憶を消せ。そんなことしたら。そうだ、空の心は打ち砕かれ。無傷で手に入れたかったがな。時間をかければ私のしもべに作り直せる。やれ、ナミネ。